昇格路線は、湖南昇高用紙と、高生地湾族自治区田野無昇一を結ぶ中国、国鉄の鉄道路線である。高陽駅から南西に向かい、英州、京林、劉州、来賓、南寧、高市左を経由して、田野無昇駅に至り、遊戯席でベトナム鉄道のハノイドンダン線と接続している。昇高流域と中国西南地区を結ぶ重要な路線である。 全長 1021km の路線で、そのうち厚生地湾族自治区内は 831km で、ある。神戸から名田頭湾アイ村の紅葉起点より 150.111km 地点までが、甲州鉄路集団管轄で、そこから終点までが南寧鉄路局管轄である。前線が非電化で、流州南寧間が伏線である。沿線の経済発展に伴い、 輸送需要が増大してきたために、大幅な拡張計画が立てられた。2007年終わりに、紅葉流州間の高速新線の工事が開始され、両線とも2013年12月に開通した。新線の設計時速はいずれも時速 200km 以上である。また、既存線の電化も行う計画である。交尾引く コーヒーニシュカラサンツツミ、タンコザントリカゴガイ、ハクツルシキキトウ、ホクキトウザイシ、ロジシキキタ、オオムラオサム、コウヨウジ、コウケイシエイシュウナダカシラワンアイアムラカライカシラ、トウアン、ムラサキケイオドイマイナスビオトウ、コウサガカラ、ナツウマカラ、エー、アタラシツツミツボカラ、ゼンシュウサイワンマイナス電信色小水管水、シキテン百里村、ミナミツツミコウアン、 原石紀京軍田村大大大横、両風京三街霊川景林北景林に、堤横山、大谷川堤保栄福部道新牧村、Y でマイナス破砕大胆が、高弁、遊覧新村主火災、大抵姿楽府、竜堤、社古港竜ココ流州北竜州竜州南、新徳白山法王来賓吉江、平堤、小平明、はじむ堤、みのる畜砕六景、 礼坂しやすしとん、佐南礼東南礼南か南礼南、近景村厚生村、伊良ともえれい、タスク水居はじむ居居セ世ン高し左から、古派天にしたい定量、竜白とん、ねえやきらき包み夏いしかみ頼む賞北頼む幸。ありがとうございます。